肘からはタックル追い打ちは4発ですけど。さあ先鋒大将戦、左足投げて、しゃがない中足着立、着立、ユリヤマネーしゃがみがでかいんで当たりますわ。前風呂で投げ回り、無理やり持ってきました。ワンブロ歩き中足、なるほど、灼熱で追い返し、ヘッド暴れ、これは下がれました。ああ変な場合、ああどっちやろあれは分かんない。中足ユリアンが突っ込んでくる前に倒しきりましたね。一本できた直後だったのでユリアン攻めてくる可能性高かったんですが、先に動いたのはアルカリュー。アンブロシャガ大速投竜巻、あー竜巻 EX ヘッド逃がさない、あー最後は投げて、あー最強、これはアルカムーブですね。いやーキレッキレでした。さあ3盾は阻止、さあ残りは西川と新太、竹田使いでこれどっち、石川チェンディ、まあキャラさ大爆発ではございますが、なんかなんかなあまあ西川もたまに出てくるんですけど、露骨に行きましたね。ただこれで負けるとね、だいぶ変な空気になる。あこれは大爆発します白熱だけは変わろう、はい差し越して投げて、あー西川っぽい、こんなに攻めてくるちょっといねえんだよな着熱、しかし追い返すアルカリュー、あっ決意、後ろ投げ、ダイバだけ、これは食らいます。しゃがみぐらい繋がるんですね、あれが様子を様子をと負け、ダッシュ膝、あー西川っぽいけど、これはここからどうすんの、カッカクしてる、地獄灼熱、ああまだ分かんない、でもゲージがない、あーデッドかな、多分デッド狙ったのかな、うん、そんな気はする、代わりに勝利出ちゃったっていう、危ない投げて、うわーここは前捨てしてくる、西川の準備は前に出てきます、灼熱前捨て投げ、投げて投げて灼熱バハハ相模くらいは痛いよ、あ一発中ゴス、久々に見た中ゴス一発だけのやつ。さあ大将戦まで来ました。シンタは何を使うかってチュンリーだチュンリーだチュンリーを倒したらチュンリーが出てきましたが、さあどうなる、当たんない、投げて、お当たんねえの、マジか、ワンブロシャガタイハード、なるほど、バックジャンプのブロ、この辺りのディフェンス力はさすが、しかし体力勝てるのはアルカリューだが、ハッケがいて、あの硬い差し返しのような中足、最後は C か、あーギリギリ削れたのか、さあ逆三リーチ、怪しい、ガロー硬い、赤ブロ取って投げる、2回腰3つ差し返し
大足拾って、ワンブロキューゴスは灼熱